今からまあずいぶん昔のこと、は今から40年、50年ぐらい前の40年ぐらい前のことなんもんですから、まあ今はすっかり制度が変わっているかもしれませんが、当時私は会社でおりましてですね、会社におりまして、まあ大変に出張が多かったんですね、外出、公用外出と称する外出とか、それからまあ本格的にちょっと旅になる出張っていうのがあったんですけども、それから帰ってくると大変忙しいのに。 雇用外出届とかそれから出張報告書というのを書いてですねまあそこにはその業務的なことを書くのはある意味では会社員としては必要なことなんですが事細かに旅費を記入しななきゃいけないけんですね例えば東京都ですとあ新宿からどこに行った、えー、そこから何に乗ってこう行ったとそれでもちろんその値段は自分が払ったもんですからね 新宿で小田急線に乗って厚木なら厚木まで行ったらですねその時に自分でメモしとけばいいんですがまあそれはちょっと何しろ一生懸命急いで先を急いで歩いてる時ですからなかなかメモで残すって難しいんですね。それからまあ東海道新幹線に乗ってどっか行ってもですねやっぱりそっから汽車に乗ったりんだりしたらですねなかなか難しいんですよ。それで結局のところはどういうことになるかっていうとですね 帰ってきたら、出、ま、張、あのテーブルについて、それで出張報告書を書くわけですね。当時はパソコンというのがありませんから、えー、東海道新幹線の旅費を調べるのもですね、全部時刻表、あの分厚い時刻表でですね、調べなきゃいけなかったわけですよ。でそれで書き入れまして、そして提出するんですね。で最初の頃は別にサラリーマンだった,たんはそれに何も疑問を感じないでやってたんですが、 そのうちある時にですね、事務から出張国書が返ってきてね、なんか赤い付箋がなんか貼ってあって、ここは旅費が間違ってると。まあ例えば、ここは1,050円と書いてあるけど、実は750円だと。なぜかと、なんか季節割引があるとか、なんかそういうような感じなんですね。で私、その時にね、なんていう会社かなと思いましたね。だって、出張国書はまあもちろん我々はきちっと書く。 どこに行ったとか、どういう電車に乗ったとか、いうことはきちっと書く。それはそれでいいと。だけどですね、旅費、私が書いた旅費をどっかでチェックしてるなら、チェックしてる人が書きゃいいんですよね。それで後から聞きましたらね、そういうものをチェックする事務のところはかなり昔からパソコンみたいのが備わってて、それでた、まあ昔だから高い値段でソフトがあってですね、それで全国の この場所をただ入力すればパッととが出てくるとそれは例えば季節割引とかそれから新幹線から在来線の特急に乗ったら特急料金はいくらになるとかいうそういう特例もですね細かく書いてあるらしいんですよ。我々はねだいたい時刻表私なんか現場にいましたからね少なくとも私の事務,事務室っていうか実験室なんかは整ってるんですが事務室にはそんな時刻表なんかないんですよ。あってもですね 1>, 1, 人前1年前とか2年前の時刻表をみんなで丁寧に使って費用を削減してたんですよねところが事務の方は最新鋭の,そのチェック用の従業員が出張報告書をごまかすのないかっていうチェックのための最新鋭のパソコンとそれからソフトがあったらしいんですよね。<laughs> なんていうことかっていうんですよね。例えば会社全体で私が社長で会社全体を見てたらですね 絶対そんなことさせませんよ。現場は君、現場はね、あの、何もないんだと。節約して3年前の時刻表なんかをそのまま使ってるんだと。しかもないとことあるところがあって、まあ、隣の部まで借りに行けば、まあ、往復して10分ぐらいかかったりすると。ね。うん、それはもう従業員にとって大変じゃないかと。あなたのところでやんだったら経路だけ書かせたらいいじゃないかと。あのそれからもっとひどい時にはですね、なんか、 そういうのに乗っちゃいけないとか、なんかそういうのが規定が細かくあるんですよ。でそれは事務は知ってますけど、私たち現場にいて実験とか工場なんか動かしてる人は分かんないんですよね。したらね、それも細かくチェックして、こういう時にはこれに乗ってください。だからこれは請求があれですって言ってくるんですね。しかも私の,あの体験ではね、えー、っと、過小に申告した時は言ってこないんですよ。 つまり会社側も犯罪を起こしてるんですね。私が間違って書いたのが犯罪だとしたら会社側も従業員が過少申告してるやつはそのままなんですよ。だからねあなたはこれ駅まで自分の家から名古屋駅まで書いてないけど地下鉄かなんか乗ったんじゃないですか名古屋駅までは歩けちょっと歩くのは無理だと思いますけどそんなこと書い絶対書いてこないんですね。<laughs> なんていうかまあ意地悪心だと僕思ったんですよね。 まあ、あのゴミの分別もそうなんですよこのゴミの分別が長く続いてるのがこれいじ心なんですね、えー、名古屋市にですねゴミの分別制度が入ったわけですよそれでもうこれ大変でねあーもうゴミの分別にものすごく苦労したわけですねその当時はですね公式でも14分別だったんですよ公式の14分別のは実は実質的にはもっと多いんですね分別がだけどまあ公的に分別 空き瓶空き缶プラスチック類紙類ペットペットボトルは独立紙パック可燃ごみ不燃ごみスプレー缶粗大ごみ新聞雑誌段ボール医療ってこなってたんですよええー、それでねこれでもう名古屋はものすすごく苦しんだんだですよそしたらですね朝日新聞にですね、えー、当時慶応大学の教授で環境経済学っていうものをやっておられた えー、細田先生っておられるんですね。僕もよく知ってるんですけど。その先生がですね、こうコメント出してますよ。名古屋のケースは、リサイクル法が大都市で機能するかどうかの実験だと。市民も行政もうんと混乱すればいい。混乱して困らなければ、人間は本当にゴミを処理するという気にはならない。って書いてあるわけですよ。ね。つまり、苦し、苦しめろっていうわけですね。結局、ゴミの分別なんては何の あ余計に資源を使うだけで今でもやってるんですけどもこれ今でもゴミの分別が何の意味もないだって名古屋市なんかでもゴミ,の分ゴミを分別して集めてみんなまとめて焼いてるんですからゴミ売れないんですからね分別したゴミなんて使いもしないしだから何て言うんでしょうかね私思うんですけどいじめ心なんですねで我々いじめ心が好きな人が多くてですねいじわる心っていうかいじめ心これ好きな人が多くてですね あの今でもゴミの分別だってみんなまとめて焼いてるんですよって言ってもねいい分別させたらいいって言うんですよ僕これ一回このブログにも書いたんですけどねあの有名な、えー、東大の安井先生ってのがおられたんですよその先生もねもう上から目線ですから僕に委員会でこう言ったことあるんですよね。えー、っとどうせ女子供はあ違う違う女子供じゃないやあどうせ女性や老人は暇なんだから分別させたらいいって言うんですよ。 でも冗談じゃないですよね。だからこれ、まあ人間の意地悪心と、それから先民思想ですね。庶民は、こう、卑しいんだと。庶民はろくなことしないんだと。だからゴミの分別させといたり、出,出張報告書の数字を書かせて、そして、あの間違ってりやそれをチェックして懲らしめればいいんだと。犯罪誘発ですよ。結局、どっからどこまで行きましたと。それ行く時には、これは特急に乗れるとか。 こういうのが乗れるって決まってるわけですから、規定が。規定通り支給すればいいんですよね、別段。それで、どうしても規定通りじゃなくて自分の申請したいというだけ申請して、それで一番上の欄のとこに、規定通りでいいとか、こ申告しますっていうのを丸印つけるようにしときゃよくて。私、今でもね、公演やるときね、旅費をうるさく言ってくるんですよで。旅費をうるさく言ってくるから僕が、いや、旅費はね、あの、そちらの方で計算されて、どうせ、 どうせまたこれもねあの会社はもちろん違いますよ私公園に行くんだからどうせ私がね例えば東京大阪行くのに10万円って請求したらね絶対文句言ってくるんですよ先生10万円っておかしいじゃないかとねえー、っと望みに乗っていくらでとか言ってくるんです言ってくるんだったらね規定通り支給したらいいんですよ別だ <laughs> それでねだけども例えば僕が名古屋まで名古屋駅までほとんど僕まあ、えー、ちょっと忙しいもんですからタクシー使うことが多いんですけど 絶対にもほとんどね、8割ぐらいの会社は払ってきません。つまり、ちょっとごまかせるやつは払ってこないんですよ。ええ。で、会社側は、ええ、過少申告とか、ごまかせるところはごまかす。それが犯罪の意識にならないんですね。これもやっぱり、私は先民思想だと思うんですよ。今日別に腹立つことがあったわけじゃないんでね、あ,るあ,あったことじゃないですけど、なんか今日の申告書かなんか変な申告書 出したんですけどこれどうしても深刻っていらないもんなんだろうなって向こうが把握してるんですよ把握してるやつを本人に書かせるんですねそしたら書かせてもいいけどこの通りですかっつって向こうが出してきてメールでも送ってきてその通りですって送れば終わりのようにしときゃいい、ね、<laughs> わざわざ書いて今日郵送で僕あの郵便に送ってきたんですけどねなんというかまだ江戸時代っていうかですねまあ、人間って面白いもんですねこういうものは山ほどあって 多くの人はしょうがないなと思ってやってますけど私はね人間が進歩するということはこういう点も治っていくとそれから個人は悪いことするけど組織は悪いことしないなんてそんなことでね会計の方はその、ま、そのチェックされないようにうまくやってるだけで全くもう変な話ですね。